こんにちは。今日は1月に気に入って使っていた毎日コスメを紹介していきます。はじめにベース系からいきます。こちら使い切りたいエスプリークのテカリ崩れ防止化粧下地。もう少しで使い切りそうなので、ちょっともうちょっと使って使い切っちゃいたいと思います。同じくセザンヌの毛穴カバーコンシーラー、これももうあと少しなんですよ。まあ捨てちゃってもいいんですけど、ここまで使ったら使い切りたいので、あとこれぐらい頑張って使い切りたいと思います。そして1月の赤み補正はキスミーフェルムのトーンアップ化粧下地、グリーン系のものになりますね。こちら使っておりました。頬の部分だけですね、赤みが気になるところだけ使ってます。そしてこちらですよね、前回も12月も使ってたのかな、ミシャ M クッションの、プロカバーのファンデーションですね。21番になります。これめっちゃ気に入って、多分2ヶ月丸々使うファンデーションなんてめったにいないんですけど、これ本当気に入ってて、でしかもこの季節にすごい保湿もあって全然乾燥もしないので、すごいよくて使ってました。多分使い切るくらい使っちゃうんじゃないかなと思ってますね。うん。そしてパウダー、こちらはエクセルのサナエクセルエクストラリーチパウダー01ピーチベージュ、これ2018年の限定のパウダーです。まあ量も多いのでね、なかなか使い切らないのでちょっとずつ使ってますね。でもこれもすごい質感も好きで使っております。そしてハイライト、シェーディング、チーク系ですね。ハイライトは、セザンヌのクリームハイライターの01番、こちら底見え進行中ですね。なんか真ん中だけ使ってるとだんだんクリームがよれてきちゃうので、ちょっとずつこう縁を戻しながら使ってましたね。こちらもだいぶ減ってきてます。そしてシェーディング、トゥークールフォースクールのものですね。こちらは3色、こう一応混ぜて使ってるつもりなんですけど、多分その手の圧の関係なのか、こっち側だけちょっと減ってきてますね。こっちの薄い方があんまり減ってない、ちょっと変な減り方してますね。そしてチーク、こちら1色だけでした。ビセリシェのフォギーオンチークスの BR301 番、こちらも色味大好きで使ってましたね。これも結構な量が入ってるからなかなか減らないけど、本当に大好きです。そして眉毛関係は、今回はキャンメイクのミックスアイブロウの02番使ってましたね。こちら新品から使い始めたのでまだ全然減ってないんですけど、若干一番薄い色がへこんできたかなっていう感じですね。眉毛自体はこっちの濃い2色を使って、こっちはノーズシャドウにだけ使ってました。そしてそれ以外の足りない眉尻の部分とかは、100均ダイソーの UR グラムのスリムスケッチアイブロウペンシルの BR1 番使ってました。これもすごく細くて描きやすいんですよね。めちゃめちゃ細くて描きやすい、100均でこのクオリティはすごくいいなと思いますね。そしてアイシャドウ、こちらはコスメデコルテのアイシャドウの012番、今はこれもリニューアルしちゃってるのでこのパッケージじゃないし、この色もちょっとあるかわかんないんですけど、結構好きで使ってて、もうほぼほぼ底見えしてるんですが、これももうだいぶ古いのでちょっと今回断捨離候補に入れようかなと思ってます。そしてメインで使っていたのはリンメルショコラスイートアイズの002番ですね。ちょっとオレンジがかった感じのハイライト
になってますね。オレンジ系に、オレンジブラウン系ですかね。まあ大体まんべんなく使ってましたが、ここのラメのやつだけはあんまり使わなかったかな、うん、でもこれすごく自然な感じでナチュラルでいいお色でした。持ってたのになんで今まで使わなかったんだろうっていう感じでした。そしてアイライナーは、まあ結構アイシャドウは柔らかめの色だったんですけど、結構目元は締める感じで、ブラック使ってましたね。こちら16ブランドの、アイライナーで、ペンシルライナーの01でいいのかな、ブラックですね。しかも私これ普通に削るタイプだと思ってちょっと削っちゃったんですけど、よくよく見たら普通に繰り出しタイプで、あ、失敗したっていう感じです。ここ先がちょっとボロボロになってしまいました。気をつけようと思います。そしてリキッドのアイライナーはケイトです。ケイトのスーパーシャープライナー EX の BK の1番ブラックですね。これめっちゃ描きやすくて好きですね。ラブライナーとかも好きなんですけど、この持ち手というか滑らない感じすごい好きです。そしてマスカラの方は、こちら下地の方は、ディオールのなんかのキットのおまけについてきた下地なんですけど、ディオールショーマキシマイザー 3D マスカラ用のベースになります。ミニサイズですね。そしてマスカラの方はこちらはヒロインメイクのロング&カールマスカラのスーパーウォータープルーフ02番のブラウンを使ってました。やっぱこれほんと落ちないし、カール力もあるし、やっぱこれ最強ですね。久々にちょっと使ったけど本当にカールが落ちてこない、すごいいいです。そしてリップ系になります。職場で使っていたのはこちら1本のみです。オペラのこれ旧パッケージのものですね。今はリニューアルしてるんですけど、シアリップカラー N の36番でいいのかな、カシスバーガンディというお色ですね。多分今のものは違うと思うんですけど、こんな感じのちょっとうるっとしたリップですね、うん、すごいツヤっとして好きでしたけど、うん、結構早く乾燥しますね。あとはまあやっぱグロス系なので落ちも早いので、もう食後とかはやっぱ直さないとダメですね。あとやっぱ乾燥が結構気になりましたね。そしてそれ以外にプライベートの時にはこちらメイベリンのシャインコンパルジョンの SRD18 番、見た目どぎついブラックっぽいんですが、塗るとこんな感じのレッドブラウンとかかなみたいな感じ。これもすごいツヤっとして使いやすいお色です。そして最後はセザンヌラスティングリップグロスの101番、ブラウン系のものですね。こちらはちょっとメイベリンに比べたら薄めですけど、可愛いブラウンですね。これもすごいちょっとツヤっとして可愛いリップでした。1月のお気に入りは以上になります。ご視聴ありがとうございました。